なこんにちはなんだぜ、と、冒頭から急に戦闘シーンで申し訳ないが許してくれ。今回はサムネにもある通りホッパーを隠すための動画です。いやまあでも、どうせこのワールドには私以外来ないけどね。今回は、逃避の木のトラップドアを使います。トラップドアや、隠せる他のものでもいいのですが、欅の木のトラップドアは使用しない方がいいと思います。なぜなら、欅のトラップドアはこういう風に穴が開いているからです。こういう風に穴が開いているのがいくつかあります。今回は少なくとも見えていたらダサいホッパーを低コストで隠す方法です。欅縛りなどをしている方にはおすすめしません。ここに、トラップドアを置き、開閉させます。こうすることによって、ホッパーがほぼ全部隠れたんだぜ。今回の動画はここまでで以上なんだぜ。もしこの動画、このチャンネルが面白いと思った方はどんどんチャンネル登録、高評価よろしくなんだぜ。それじゃあ、みんなまた今度なんだぜ。次は何を投稿するかはわからないけど、とりあえずみんな次の動画まで楽しみになんだぜ。それじゃ。